どうもバロンザーマスです。今回はですね、亀岡市の警察署行ってたんですね。でそこから茨城大ニュータウンへ帰るという昼間の動画となります。前は夜間ね、視聴者コメントやってみたいと撮ったんですけど、昼間初めてなんでよかったらと思って撮ってみました。ただめちゃくちゃの雨なんですね。雨なんですけど、実はこれ訳があるんですよ、この動画の訳が。はい、これね、ダイバスターさん、茨城ニュータウンですねに一緒にいる YouTuber の方なんですけど、写真を送ってくださって、うわ、雲海撮りたい印象出そうっすよって言ってね。で、そう、同じ日に送ってくださったんですよ。まあ、ちなみに2枚目のやつは夜なんで、結局僕、撮れなかったんですよ。ごめんなさい。なんですけど、まあ、雲海というほどではないけど、霧がかるということはね、先ほどの写真で証明できたと思うんですけど、あの写真の中身はこんな感じなんですね。結構真っ白くなってるでしょ。霧です、霧。昼間のね、これは、12時ぐらいですね。ちょうどね、車庫照明が出来上がって取りに来たんですよ。で、そのまま、仕事へ戻るのに、下道を使ってですね、通っていくと。まあ、ついでにちょっと、茨城大ニュータウンに荷物を下ろしてですね、でそのまま職場へ戻ろうかという通り道になるので、あ、ちょうどいいやと思って動画回してみたんですけどね。どうですか？なかなか暗いっしょ。なんかね、雨が多かったですよね。特に8月は夏の感じがほとんどなくて、なんかずっと雨降ってたなぁ、みたいな。で、8月の初旬で僕めっちゃね、車椅子の方とかと、移動支援って言ってね、外出の支援で結構出たんですよ。で、僕真っ黒焦げになって、もしね、株式投資講座見られてる方わかると思うんですけど、僕真っ黒なんで、スポットライトいっぱい当てへんとね、なんか真っ黒系で疲れてる人みたいな、そういう、こう、画質の映りになってしまって、ちょっと困ってます。なんか違法だと教えてください。で、なんかね、フィルライトとかいろいろ、ね、斜め45度から当てて、みたいな、そういうのはね、勉強一通りしたんで、今、改築を続けてるんですけども、なんかほんまにドス黒く映っちゃうんですよね。そのぐらい焼けちゃいました。で、8月の初旬でめっちゃ焼けて、それ以降全然雨で焼けてないのに、会う人会う人に、ザーマスさんなんか丸焦げやん、大丈夫とか言われて、いやーちょっとその一週間ずっと外出の支援が多かったんでね、って言ってもみんなピンとこないんですよね。はい。ですんで、なんかもうお金ないからどうやってやってんのとか、ひでえことばっかり言うんだね。と、まあそうやってちょっかいかけられながらですね、まあなんとか今日も生きておる次第でございます。皆さんは夏休みいかがお過ごしだったでしょうか。私の方は散々働いて、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 働き倒しました。ね、もう貧乏には働くしかないという状態なんですけど、実はね、一時僕お金持ちの時もあったんで、その時も夏はね、介護の仕事ってむちゃくちゃあるんですよ。ですんで、基本休まないのでお金が貯まると。まあ、結局ね、お金持ちになる方法の一つとして介護はありなんちゃうかと僕は皆さんに推奨したいんですけども、まあね、おかげさまで、コロナウイルスに関連したことがですね、うちの、利用者様でも、そのスタッフにもなくてですね、何名かだけね、ご家族様で職場でなったけど、まあ、濃厚接触者になったけど大丈夫でした、みたいなのはね、何人かいらっしゃったんですけど、実際かかってしまったって方が、まあ、身近に本当にいなくてですね、まあ、うちの事業所は2事業所あって、でまあ、合計で500名ほどの利用者様がいらっしゃるんですけども、誰一人ならんかったっていうね、本当に奇跡的な8月でございました。あ、7、8か。はい。ですんでね、ありがたいことですね。本当にもう神様がいらっしゃるとしたら、本当にね、お辞儀してシンプルに神戸を垂れるのみでございます。ありがとうございます。で、実際ね、うちのスタッフの方もね、誰もならなかったんですね。ありがたいことにね。まあ、ただ、あれですけどね。毎日、みんなね、手洗い、うがい、消毒、まあ、いろんな経費をかけてですね、手間をかけて、毎回毎回ね、こう、アルコールとかで手を拭いたりするんで、逆に手が荒れたとか、皮がめくれたとかね。僕もね、利用者様の頭をよく洗うので、シャンプーでね、手がボロボロになるんですよ。1日に3、4回頭洗ったりするわけじゃないですか。体洗ったりね、ボディーソープとかシャンプーとかで。手の皮がめくれたり、むくれたったりすることあるんですけど、で、さらにそれに消毒液打つんで、なかなか大変なんですね。まあ、グローブって言ってね、使い捨ての手袋もあるんですけども、でも実際問題としてはね、手が本当にね、僕も荒れちゃいました。多分看護師のお仕事されてる方なんか、日々そうやって少し手が白くなったや、ね、こう、皮膚がやられちゃったりしてるんだろうなと思いながら自分の手を
こう眺めているとですね、よく見たら、働く、よく働く、綺麗な手ですわい、みたいなね。まあ、こう直しかね。まあ、いらない、こんな話。ね、うちの姫姉さん、あ、姫は違う言い方してくれると。働き者の綺麗な手だと言うてくれましたわい、みたいなね。ジーヤが言ってましたね。はい、そうやってこう、ね、手を見た時のこのボロボロ感もね、コロナ禍の中では仕方がないかって割り切ったところでございます。一応ね、ハンドクリームをね、リュウさんのおばちゃんがいつもくれてね、ザーマスカナの分あるからも持っていき、言うてね。で、それをずーっといただいて、もう8年、9年いただいてるから、買ったことがないっていうね。でね、最近ね、なんか、ニュートロジーナっていうんですか？なんかこれ効くから持っていけってね、看護師の友人が一個ね、ハンドクリームくれたんですよ。俺がなんかノルウェーかなんかのやつで、もうチンプンカンプンやったんで、めちゃくちゃええぞって言ってね。それはいつもおばちゃんからもらってるハンドクリームの4分の1か5分の1ぐらいやけど、同じぐらいの威力があってね、確かにいいんですね。やっぱええもんはええんやなって、よう看護師さん知ってんなと思ってね、まあ、ありがたく頂戴したんですけども、結局もらってる話ばっかりで恐縮なんですが、まあこのね、亀岡線のルートですね、もう非常に穏やかでございます。実際問題として見てください。信号がまず一度もないというこの奇跡の道路。だから、亀岡から、まあ、大阪に入る、豊野あたりに入るんですね、最初にね。でそこまで信号あって1個ぐらいやったと思います。で、その後ルートを変更して、茨城大ニュータウンに向かうのにもう1個か2個信号があるぐらいのことで、そもそも信号がない道を、僕よく考えて毎日のようにあちこち走ってるんですね。ぜひね、茨城大ニュータウン皆さん見直していただいてですね、100万、200万で家売ってるし、まあ、なんで、借りるとしたら1、2万でも借りれるって言ってましたね。はい。今もう動画流してると思うんですけど、ダイバスターさんってね、茨城大ニュータウンで YouTube やってる人いるんですよ。まあ、職場兼でね、お家を借りて事務所代わりにしてる人。はい。面白い人でしょ。で、僕以外にもう一人いてくれるんですよ、YouTuber がね。これが嬉しいんですけど、その方がね、ジモティで借りた言ってましたよ。ジモティ出してる人おんねや、みたいなね。はい。ですから、皆さんもなんかもう、ね、駐車場代2台分じゃないですか、2万円なんて。ね、割り切ってですね、もう住むのが嫌、もう分かった。住まなくていい。でも借りてみたらどうですか？一緒に遊びましょうよ。ね、ここで週1で会えるようになったら、もうご飯屋さんめっちゃ紹介しますよ。言うときますけどね、ちょっとこれは上から言わせてほしいんですけど、言うときますけどね、食う飯めちゃくちゃうまいですよ。自然の宝庫ですよ、ここ。だからご飯みんな美味しいんですよ。で、手作りのご飯とかね、おうどんもそうやし、山菜もそうやし、これからね、後もうちょいした動画で出ると思うんですけど、一無双っていうね、めっちゃくちゃいい古民家の、和食のね、食事を出すところとか、ね、ご紹介コメントでいただいた犬館のそばですよね。他にもね、山ほどありますから、多分100日一緒におって100日違うご飯食べれると思います。で、その中にこのね、亀岡ルートもございます。まあ、この先行くとね、ドリームトン村ですね、イギリス村もありますし、本当にね、三山の里という私のね、最後の要塞建築場所、最後の補給基地もございますしね。だから、もしよかったら、どなたか借りませんかってことですね。まあ、ちなみに私のね、茨城大ニュータウンの亀ハウスですね。中も完全に新築並み全部内改造してますけど、まあ、そうやなあれね、僕の友人が、その隣の山にね、駐車場作ったんですよ。めっちゃでかい。駐車場でガレージですよ、屋根付きの。本当にね、立派な作ったんですよ。で、お前の家の反対側の山買い取ったからみたいなぐらいのノリでね、めっちゃ頑張ってるやつなんですけど、山ごと買い張って、それをね、増改築して、車が10台、15台入るぐらいの天井高6メーターぐらいの倉庫作ったんですね。車庫か。はい。で、そこをね、何度かお邪魔して遊んだりして、車直したりしてるんですけど、でもね、そうやってもうみんな、もう何、お金持ちになっても使うことないでしょうね。ね、だそんなんでね、こう、僕の近くに来てくれるのはいいけど、ちょっと規模が違いすぎて困るので、僕と同じ生活感覚を持つ皆様、よかったらね、2万円ぐらいの家をちょっとね、地元で探していただいて一緒に遊びましたから、ね、そうやな。茨城大ニュータウンからね、茨城方面の方で20分ぐらい行ったら、竜王山荘って茨城のね、簡単に言ったら保養所みたいなのがあるんですよ。でそこは、アスレチックジムとかもあるんですけど、実はテニス場が、めっちゃ立派なテニス場がね、
6年以上あったかな。最近駐車場がね、なんかタイムズになってもうて、勝手に置いてかれへんみたいな設定になったんですけど、でそこでね、あ、喫茶店もありましたね、ご飯も食べるところも。一緒にテニスもやりませんか、テニス。僕こう見えてね、中学校の時テニス部のキャプテンやったんですよ。で、高校からずっとラグビーやってたんで、テニス、まあ、得意ってもう言わない年ですけど、テニス面白いですよ。ね、一人でできないですからね。僕おったらできるじゃないですか。だから茨城大ニュータウンにぜひいらっしゃいと。テニスのお相手で私がね、させていただきますよ。皇族かのようにね、お互いこう、品のいいね、二人でオープンカーでも借りてですね。ね、テニスを楽しむと。軽井沢のような気持ちでできますからね、山の上ですからね。はい。ちなみに有名なね、天皇陛下、皇后陛下ですね。まあ、今はもうね、ご子息にお譲りになったんですけども、皇族の人たちもみんなね、軽井沢でテニスでね、美智子様なんか軽井沢でテニス一緒にやってね、当時の皇太子殿下とね、お会いになったなんて話ありますよね。はい。で、その近くにね、ミカドコーヒーっていうのがあるんですよ。ミカドコーヒー有名ですよ。モカソフトはコーヒーのソフトをクリームを出すお店なんですけどね。で、テニス終わったら、まあ、着替えたり、シャワー浴びたりしますよね、皇族の方々も。そしたらね、最後、じゃあこの後はミカドでお会いしましょう。って言ってお離れになるんですって。次はミカドコーヒー会おうねっていう、なんて品のいい言い方するんでしょうね。いや、軽井沢特別ですよね。その近くにはね、ジョン・レノンとか、三島由紀夫さんが愛した、マンペイホテルっていうのがありましてね。僕、マンペイホテル、ものすごい好きなんですよ。ものすごい好き。絶対ね、コロナ禍終わって、そこに行ったろうっていうね。あそこのね、1階の赤い絨毯を踏みながらですね、こう、和洋折衷のね、建物の中で、フランス料理とかね、中華料理とか食べれるんですけど、まあ、高いですけど、はぁーって感じですよ。はぁー、やっぱ有名人ってこういうところでやっぱ食べるんだなーって感心するんですけども、ちなみに有名なのはジョン・レノンが愛したのはね、アップルパイとミルクティーでございます。で、それとは別にですね、僕が、バロン・ザーマスさんが一番好きなのは、マンペイホテルの朝食でございます。朝食ね、単純にパンと、ソーセージと、目玉焼きなんですね。で、この卵をですね、頼めるんですよ。スクランブルエッグとかね、サニーサイドアップとかね、オムレツとかね、言えるんですよ。だ本当にその通り作るんですよ。まあ、ふわふわの卵。まあ、これが高級なんですね。はい。で、一杯のコーヒーを飲みながらですね、皆さんおすすめは冬ですよ。冬ね、雪がめちゃくちゃ積もってる時に行ってください。そしたらね、その朝食会場から外を見るとね、雪が綺麗に積もってるんですね。いや、別荘地ってこういうことなんやろうなって、感心するぐらい美しいね、雪化粧を見ながらですね、こう、ね、慣れないフォークとナイフを使ってですね、帰国を言わしちゃダメですよ。品よく食べるんです。コーヒーすっちゃダメですよ。味噌汁ちゃいますからね。すっとコーヒーを飲むんですね。小粋な感じってやつですよ。いいでしょ？そうやってね、ちょっと自分がね、まあ一応今バロンと名乗ってるから男爵、つまり貴族設定なんですけど、なんかユーコリンみたいになってちょっと恥ずかしいんですよね。貴族設定ね。貴族ではない貴族設定なんですけど、そういう貴族風のね、雰囲気を醸し出して朝食をスッと食べる。どうですか？皆さん想像してみてください。このね、爽やかなっていうんですかね。自分で自分に酔うと言いますかね。そういう意味ではね、こう田舎に来るとですね、どうしても軽井沢を思い出してしまうと。そのぐらい茨城大ニュータウンは優れた街なんですよ。ノスタルジック、ノスタルジーなんて言葉よりもね、小粋って言っていただいてね、粋なんですね。マンペイホテル来えへんかな、ここね、ドカーン言ってね。でもね、本当に、その、まあそもそも皇族貴族って我々平民ってなりますけど、まあもしそのね、皇族とか貴族を意識した時にですね、その身のこなし、所作ですよね。所作にゆとりがあって、こう、その朝食を食べないで食べるってことに抵抗ある方はちょっと置いておきますけど、置いてきますけどね。ですけど、たまにそういう食べ方するとですね、やっぱり食事をがっつかない。パンにバターを塗るんですよ。で、あのね、ちゃんと手でちぎってから塗るんですよ。いつもガバー口に入れるでしょ。で、そうじゃなくて、パンをね、一切れ、そっと切る。その上に、バターナイフでバターを溶かさずに、ペタッとつける。ペタッて、あかんか、ここにいてたのに。スッと塗り込む。ね、それを小さなお口に小さな量だけ、パクッと入れると。おかわりしたい。したいな。そこにいる、
宙人の方がいる。目覚まし、気づいて、水じゃない、ハンカー欲しい。するとね、カゴに入れたてのパンを5、6個積んでですね、さっとやってくる。トングで渡すんですよ、トングでね。お客様、パンのおかわりいかがでしょうか。欲張りたい。10個ほど置いて、言いたい。いや、我慢して。あ、では、フランスパン一つと、食パンを半切れほど。このね、苦しすぎる遠慮感。もう逆に大興奮時代ですね、僕なんかね。で、本当はそれ10枚ぐらい置いていけって、置いてかねえと、お前命がねえぞ、みたいな、山賊みたいな気持ちになるんですけど、そこをぐっとこらえてですね。ありがとう。ございます。じゃあ、パンを半切れと、フランスパンを一つ。いただきます。かしこまりました。こんな感じですね。お客様、コーヒーのおかわりいかがでしょうか。ではいただきます。なみなみとついでおくれとか言ったらダメですよ。ね。なみなみと満タンまで入れて、こんなん恥ずかしい。そうじゃなくて、ありがとうございます。それではお願いいたします。かしこまりました。こんな感じですよ。目玉焼き10個食えるっつのっていうのを我慢して、その目玉焼き1個でね、チビ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 パン食べて、もういつもあるんですよ、これですね。そこをね、機嫌を持って。ね。お客さんだぞ、俺はこの野郎とか腹減ってんだよ、バカ野郎じゃなくてね。スッとする。これが万平ホテルの素晴らしいところなんですね。お客様の方に品位を求めれるぐらいの立派な格式ある万平ホテル。皆さんもよかったらぜひ行ってください。ちょいちょい写真とか挟み込んでおきますからね、これね。後で編集なんでね、今見ずにやってますから、ただ喋ってるだけですけども。その小粋さをね、茨城大ニュータウンにも僕はもたらしたいんですね。で、飲んだらとね、やっぱこう、星野リゾート系のね、星野社長とかに手紙でも書いてですね、まあ手紙で、まあメールかな。いや、電話しちゃおうかな。うん、この辺、なんか開発しませんかってね、うん。温泉出りゃいいんでね、もう温泉出りゃもう勝ちですよ。ね、茨城大ニュータウンでしたら、亀岡から30分、茨城から30分、超立地条件いいじゃないですか。誰かボーリング調査やってくれんかな。なんだ、僕はパワーショベルとかね、で、地面掘り続けるっていう戦法もありなんですけど、残念ながら茨城大ニュータウン造成地区なんで、穴開けた分だけ後で土砂崩れを起こす。悲劇的な状況になるので、なんかプロにね、頼んで誰か勝手にやってくれんかなと願っている次第でございます。ちなみに温泉が出ればね、ここはもう立派な街になると思うんですよ。だって交通の便いいですもん。しかもね、亀岡インターもあるし、でさらに、茨城仙台寺っていう新名神もあるんですね。だから都心部から渋滞せずにスパーンとここら辺に来れるわけですよ。まあこの近くにはですね、高槻の方に山越え一つしますとですね、昔からずーっと有名な山水館っていうのがございます。ここまでやってる温泉の宿ですね。たった一つの温泉宿でございます。立派な温泉なんですね。川も近いし、ホタルも出ます。素晴らしい。食事も美味しい。これがまず一つ。で、もう一つはですね、計算閣っていうのはこの亀岡側にありまして、ね、ここもね、もらい湯ができるホテルがあるんですけども、素晴らしいホテルですよ。食事も美味しいですし、温泉もゆっくり入ります。でこの二つの二強がいますからね、高槻と、亀岡ですね。でまあ、行ってしまえば、まあ、湯の花温泉っていうのがね、亀岡にドーンってありますからね、それはそれでいいんでしょうけども、そういう意味で茨城大ニュータウンに温泉がバーンできたらね、ええなと。すげえしょうもないけど立派な野心を持っているというわけですね。ね、ドリームトン村には温泉いらないですからね。イギリス方式ですからね。だからなんか超純和風型。ね、和洋折衷型。なんなら万平ホテルごと作ってみようかなという変な野心を持ってるんですけど、どなたかクラウドファンディングで150億くらい集めてもらえませんかね。もしは茨城大ニュータウンやれると思うねんけどな。一生歴史に名前残りますよ。お金持ちの方どうですか？この際株式案外投資戦で150億、我々は茨城大ニュータウンに投資してみませんか？僕必ず使いますよ。一回お風呂1000円高い、コラコラ言って。いつ返すねんって話で。やめとこうか。はい、1000円でも入りますからね。喜んで入りますから。よかったらね、どなたか開発業者の皆様、もしくは個人投資家の皆様ね、なんなら会社のね、経費でも、行くよ、もう。はい。ああ、行っちゃってる。あかんか。違うか。まあ意味のわからん話ばっかりしてしまいましたね。失礼いたしました。ああ、それにしてもいいな。そういうのできんかな。皆さん、いつもコメントの方ありがとうございます。
コメントいつもね、読ませていただいて、最近はね、ちょっとね、ご希望が、株式講座がね、結構、こう、相談的なもあってね、いっぱいコメントいただいてありがとうございます。まあ、こちらの方はね、敗戦を、ね、大きな大敗戦した私、ね、敗軍の将へ兵を語らずとは申すんですけども、まあ、俺みたいになるなと強くメッセージ打てるということに気づきましてですね、逆に、もう、プロパガンダ作戦みたいにね、そんなんで皆さんにお役に立てればと思って、株式講座の方は続けております。すべての取材を、動画はね、茨城大ニュータウンで、制作しております。いいでしょう。スタジオになりましたよ。一つの役割ができて嬉しく思っております。で、それとは別にですね、限界ニュータウン編って結構実はいっぱい撮れてるんですね。で、ちょっと今取材がね、3つの状態なので、なかなか間に投稿すると、番組が被ってしまうんでね、失礼のないように。出さないようにしてる時もあるんですけども、今後もいっぱいたくさんいいとこあって、いいとこあちこち回ってますので、ぜひともねご覧ください。今現在ですね、限界ニュータウンだけではなく、その株式とアルファロメオ155ユーロクというね、私がやってるやつと、さらに9月中旬にはね、クラウンちゃん売れちゃったんで、次の後継者が9月の中旬にやってきますのでね、そちらの方の車はね、また面白い理由があって購入してるので、またよかったら見てくださいね。面白い理由なんですね。知らないでしょう。結構でっかいことになってますからね。まあ今言えませんけどね。はい。でね、他にもですね、まあ、DIY とかもいろいろやりたいなと思ってるんですけど、とにかく雨がひどい、何もできねえわっていう状態なんで、あとはね、仕事に勤しんでおります。本当に。で、この後他にもね、取材希望の方が何人かいらっしゃるので、そちらの取材本もね、紹介していけたらと思っております。まあ最後はね、いつも番組見ていただいてありがとうございます。特にコメント毎回くださる方は感謝しております。それが励みなんです、本当に。でもね、まあまあ、なんとかね、登録者1万人いったら、収益化してうちのスタッフのボーナスにするってね、最初の、登録100人の時からずーっと言ってることなんで、チャンネルの方では CM はつけておりません。もしこれで最近 CM ついてるでってよう言われますけど、それは YouTube さんがね、今年の6月からなんか勝手につけれるようになんか制度変えはったんで、ね、まあ当然のことだと思うんですけども、まあいずれね、僕の方もそういう収益ができたら嬉しいなと思って1万人まで我慢しておきます。で、その後ね、収益ができたらうちのスタッフにしっかり給料払うことがさらにできるので、そうしたら言ってた年収がやっと500、600っていう基準になってくれたらいいなって、それが僕の希望でございます。そのためにも YouTube、うちのスタッフのためにも私一人で努力して頑張っていきますので、今後ともよかったら高評価、チャンネル登録、応援、コメント、何でもかんでもください。皆さんがね、視聴してくださることで地域福祉推進されます。これ本当。ご協力よろしくお願いいたします。それでは失礼します。バイ。